早く開けろよ、純喜。よし、それじゃ行くぜ。いいのが出ろよ。うわー、これはやった、打点潮流ナイトミアモスマンじゃねえか。ちょっと何やってるんだよ君たち。僕の名前は小野里健太郎。僕のクラスでは今決闘キングダムというトレーディングカードゲームが流行っている。学校でパック開封なんてしちゃダメだよ。いいじゃねえか、別に先生もいないんだしよ。そういう問題じゃないだろ。どうせ貧乏でカードが買えないから嫉妬してんだろ、院長。違うよ、クラスメイトたちは学校でも好き放題カードゲームをして、学級委員長の僕は頭を悩ませる日々を送っていた。どうしたんだよ健太郎。一星くん。その時隣のクラスの一星くんが通りかかって、実は担任の清川先生が失踪してしまって。失踪？この数日僕たちは自習の日々が続いてるんだ。そうだったのか。それでみんな調子に乗って好き放題カードゲームをしててさ。じゃあ次は私のターンね。女子までカードゲームしてるし。自習時間なんだからちゃんと自習してないといけないのに。しかし失踪ってなんでまた？みんながカードゲームにハマって全く言うことを聞かなくなったんだよ。それできっと心労がたたって。こら、早く席に着きなさい。そうかよ。だけどそれも今日までさ。ん？そうなのか？今日新しい先生が赴任する予定になっているんだ。きっとその先生がみんなにビシッと言ってくれて、また普通の学級に。何？これは打点潮流ナイトメアモスマンじゃないか。俺のハサミ男とトレードしてくれないか。え？だけどそんな僕の淡い期待は幻想に終わった。今日からお前らの担任になる湯川光明だ。趣味は決闘キングダム。大学の頃からカードサークルに入っててな。あろうことか新しく赴任した先生はカードゲーム大好き教師だった。はいはいはい、先生は大会とか出たことあるんですか？ああ、優勝経験もあるぞ。今度のワールドチャンピオンシップもエントリーしてるしな。というかガチ勢だった。そんな新しい先生との先行き不安な学校生活が始まったんだけど。ああ、花にはおしべとめしべというのがあってだな。よかった、授業は意外と普通に。あ？先生？どうしたんだよ。先生は授業中に突然何かに気がついたみたいで、何やらその場で考え出したんだ。いや待て、ということはこう来てこう、そしてこれがあればこの時にこうこうこう。ああすまんすまん、新しいデッキレシピを思いついてな。ちょっと職員室のカードを取ってくる。え？学級委員長、続きやっといてくれ。続きって。僕の悪い予感は的中、状況はさらに悪くなってしまったようだ。クリムゾンワイバーンでダイレクトアタック。それからはまともに授業をするのはいつも最初の10分だけ。先生何やってるんだよ。はい、それじゃあこのカードいただきな。よし、じゃあ次友坂。授業そっちのけでクラス全員とカードバトルをし始めるようになっちゃったんだ。くそー、俺のモスマンが。しかもカードバトルで勝利すると敗者から好きなカードをもらうことができるというルールを作って、児童相手でも問答無用でカードを獲得していくんだ。次第に少しも授業をしなくなって。では顕微鏡で覗いてみましょう。おしべの先には花粉が入った袋があり。先生は大会に向けてデッキビルドに集中する日々が続いていた。いい加減に授業してくれよ。こんなんじゃテストの点数で母ちゃんに怒られちゃうよ。この教材ビデオもう4回目よ。最初はいい先生だと喜んでいたクラスメイトたちも次第にイライラし始めたみたいだ。湯川先生を何とかしてください。先生が来てから授業が一歩も進んでないんです。おかしいよあの人。我慢の限界に達した僕たちはついに教頭先生に文句を言いに行った。教頭先生から直接注意してもらおうと思ったんだ。だけど。しかしな、彼はかなり優秀な先生だからな。え？彼にも何か考えがあるんだろう。そんな。湯川先生は他の先生方からの信頼が厚く全く取り合ってくれなかった。
だ。ケセランパサランは単体では弱いカードだが、マインドボムと組み合わせて無限ループさせることができてだな。今度の説明はいいよ。授業しなさいよ。このままじゃいけない。なんとかしないと。なんとかするって どうすんだよケンタロウ。先生のカードを全部処分しよう。はあ？このままじゃいけないと思った僕は強行策に打って出ることにした。そんなわけでその日のお昼休み。先生、俺とバトルしようぜ。お、いいぞ。うわぁ、私も見たい。よし、みんなとの連携プレーで僕は先生の家の鍵を入手した。そして放課後。本当に大丈夫かよ。大丈夫さ。今日は職員会議があるから帰りは遅くなる。僕たちは先生の家に勝手に侵入した。うわーすげー、宝の山だ。先生の家は案の定カードがあふれかえりひどい状態だ。あ、もしもし、引き取りをお願いしたいんですけど。はい、住所は。これ全部お願いします。僕はすぐに引き取り業者さんに出張鑑定を依頼。先生のカードを勝手に全て売却した。すげえ。このお金は世界の恵まれない子供たちに寄付しよう。そして翌日。大丈夫かな先生、めちゃくちゃ怒ってるんじゃ。心配しなくても大丈夫さ。先生だって大人なんだから。カードがなくなればきっと潔く諦めて真面目に授業を。こんなのってないよ。その時。おい、廊下から先生の声が聞こえてきて。ふざけんなよ。先生が泣きながら教室に入ってきた。キレイ着席。なんでこんなことになるんだよ。全然大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないじゃないか。先生はとても取り乱しているようだった。昨日職員会議が終わってまっすぐ家に帰ったんだ。そしたら俺の家が何者かに侵入されていて。何？俺のカードが全部盗まれちまったんだよ。ふざけんなよ。先生は癇癪を起こして手当たり次第物に当たり出した。10年だぞ。10年かけて集めたカードだったのに。中にはもう入手不可能な超絶レアカードもあったんだ。カードは俺の全てだったのに。大丈夫さ。誰が盗んだかなんて分かるはずないし、僕の犯行だってバレるはずは。なんでこんな残酷なこと。なんでこんな残酷なことができるんだ。なあ、学級委員長。すると先生はなぜか僕を名指ししてきて。これが家に落ちていた。これお前のだよな委員長。それは僕のキーホルダー。しまった、あの時。そう、僕は昨日先生の部屋に決定的な痕跡を残してしまっていたんだ。やばい。そう思った時にはもう先生は僕の至近距離に迫っていた。お前なんでそんなことすんだよ。待って。そして先生は僕を担ぎ上げた。どこにやったんだ。俺のカードもどこにやったんだよ。待ってください。おろせよケンタロウ。おろせ。なんかうるせえと思ったらまたケンタロウのクラスか。そもそも先生が悪いんだろ。そうよ、先生が授業をしないからケンタロウはカードを売って。売った。言っちゃダメじゃないか。それ言っちゃダメじゃないか。お前俺のカードを売ったのか。うわー、そんなのってないよ。何やってんだよ。そして先生は開かれていた教室の窓に近づいていって。お前なんかどっかに行っちゃえ。僕をぶん投げた。ケンタロウ。そして僕は。いや、え、どうすんだよ、どうすんだよこれ。
ここ校舎の4階だぞ。こんな高いところから落ちたら健太郎は。え、いいじゃないか。別に死者復活のカードを使えば。狂ってる、マジモンだ。どうせお前もグルだったんだろ、純喜。次はお前だ。助けてくれ。やめろって話せ。いいか、お前らもよく聞け。カードゲームにハマって周りが見えなくなるってのはこういうことだ。分かったか。それってどういう。やめてくれ。いや、驚かせて悪かったね、ケンタロウ。それに清川先生。そう、僕は本当に窓から投げられたわけじゃなかったんだ。僕は最初から命綱をつけていて、先生に投げられる予定になっていたのさ。はあ？なんでそんなこと。私のアイディアよ、シオラちゃん。あまりにもこのクラスの子たちが言うことを聞かないって彼が悩んでいたから。僕は隣のクラスのシオラちゃんに事前に相談していたんだ。これは僕たちが計画したドッキリだった。カードに夢中になるクラスメイトたちにのめり込みすぎるとこうなるぞと教えるための。じゃあこの新しい先生は臨時の非常勤講師だ。ちなみに先生の部屋のカードコレクションは僕のものさ。お前もやってたのかよ。しかもあんなに持ってたのか。いくら楽しいからって時と場合をわきまえる必要があるんだ、純喜。僕はずっとそう言ってたじゃないか。作戦は大成功だったみたいだ。それから清川先生が戻ってきても学校にカードを持ってくる児童はいなくなった。俺には教えといてくれてもいいじゃんか。ごめんね。それからは放課後にみんなで近くのカードショップに集まってカードゲームをプレイするようになったんだ。マッドサイエンスプリーストでダイレクトアタック。なんでもほどほどに楽しまないとね。